俺の名前は戸塚洋一、43歳。6歳年上の妻理香子はかつて会社の上司だった。昔から縦にも横にも大きかった俺は一度も女性にモテたことがない。そんな俺が美人でスタイル抜群の理香子と距離を縮めたのはある雨の日。びしょ濡れの理香子にドキドキした俺には、その後さらにドキドキする展開が待っていた。当時俺は入社2年目のサラリーマン。彼女もいない俺の独身生活は見事にだらしなかった。部屋の中は汚く、休日はゴロゴロ過ごして暇さえあれば間食ばかり。おかげで23歳だというのにかなり貫禄のある体型になってしまった。そんな俺が密かに憧れていたのが上司の松井理香子。理香子は仕事ができる上に美人でスタイルも抜群だった。パッチリした大きな目に見つめられると大抵の男性は心奪われる。上品で凛とした顔立ちにタイトなスーツがよく似合っていて、特にスラッと伸びた長い足が魅力的だった。俺は入社してすぐ理香子に一目惚れ。しかし体型のせいで自分に自信がなかった俺は、理香子はおろか他の社員に話しかけることすらできなかった。そんな俺の唯一の話し相手は掃除のおじいさん。毎日残業する俺をいつも励ましてくれた。今日も頑張ってるね鈴木さん、お疲れ様です。俺が鈴木さんの名前を知ったのは理香子がきっかけだった。他の社員たちが鈴木さんを無視する中、理香子だけがいつもねぎらいの言葉をかけていた。鈴木さん、いつもありがとうございます。誰も気にかけないような掃除のおじいさんにも理香子は笑顔で接していた。そんな風に人を肩書きで判断しないところも俺が理香子を好きになった理由の一つだった。戸塚君は毎日残業してるのか。鈴木さんはなぜか出会った時から俺の名前を知っていた。容量が悪くて仕事が終わらないんです。そうか、でも頑張っていれば見てくれてる人は必ずいるからね。頑張ります。そういえばなぜ僕の名前を知ってるんですか。戸塚くんだけじゃなく、ここで働く全員の名前を覚えてるぞ。え、すごい、どうして。まあボケ防止かな。鈴木さんは大きな声で笑いながら掃除の続きを始めた。俺は残りの仕事を終わらせ、鈴木さんに挨拶して会社を出ると外は大雨。うわあ、すごい土砂降りだ。今日雨の予報じゃなかったのに。沖傘を取りに戻った後、俺は足早に家へと急いだ。すると交差点で傘もささず信号待ちをしている理香子の姿が。俺は信号が青に変わると同時に駆け寄った。主任、どうしたんですか。ガタガタと震える理香子は雨のせいで服はびしょ濡れ。服が体にぴったりとくっつき、シャツの奥が透けて見えた。ドキドキして目のやり場に困った俺は、とっさに自分のスーツを理香子に着せた。会社に来てくれって言われて急いで出てきたんだけど、まさか雨が降ると思ってなかったから。俺以外会社には誰もいませんでしたよ。え？驚いた理香子は少し考えた後、悲しそうな顔で笑った。じゃあ私の勘違いね。そんな、主任が間違えるわけないじゃないですか。一体誰が。俺が問いただそうとした瞬間、理香子が小さくくしゃみをした。とりあえず俺の家に行きましょう、すぐそこなんで。でも早く服を乾かさないと風邪ひきます。さあ。俺は半ば強引に理香子を自分のアパートへ連れて行った。幸いアパートは会社から徒歩圏内。通勤は楽な方がいいと怠けた俺の考えがようやくその時役に立った。どうぞ、狭い部屋ですが。俺は風呂の湯を張ると
リカ子を風呂場に案内し、自分の服の中からなるべく綺麗で小さなものを選んで手渡した。そしてリカ子の入浴中にゴミを片付け、散らかっていた服は押し入れに。念入りに掃除機をかけていると、しばらくしてリカ子が風呂場から上がってきた。ありがとう、服まで貸してくれて。いえいえ、服が乾くまでゆっくりしていってください。俺が振り返ると、リカ子は俺のブカブカの服を着て立っていた。その姿があまりに可愛くて、俺の顔はみるみるうちに真っ赤に。俺も風呂に入ってきます。逃げるようにして風呂場に駆け込んだ。厚めの風呂に入って冷静さを取り戻した俺が部屋に戻ると、リカ子は台所に立って何かを作っていた。あ、ごめん、勝手に台所借りてる。晩ご飯まだでしょ。え、お世話になったお礼ってほどでもないけど、よかったら食べて。リカ子の作った料理はどれも美味しく、俺はあっという間に完食。美味しかったです。こんなの自分じゃ作れないな。仕事だけではなく料理も完璧なのかと感心していると、リカ子が不意に周りを見渡した。トツカ、きちんと食事はしないとダメよ。常備してあるカップラーメンやお菓子の箱を見て、リカ子がため息をついた。冷蔵庫にもほとんど食材がないし、忙しいのはわかるけど健康的じゃないわ。運動はしてる？いいえ。もう少し引き締めないとね。生活の乱れは心の乱れ、仕事にも影響が出るわよ。はい。完璧なリカ子の言葉には説得力があった。それよりそろそろ服は乾いたかしら。ああ、多分風を当てていたので。じゃあ帰るわ。雨もそんなにひどくなさそうだし。リカ子は着替えを終えると改めて俺に礼を言った。今日は本当にありがとう。こちらこそありがとうございました。また明日。俺は咳込むリカ子に傘を渡して下まで見送った。大丈夫かな。翌日になって俺の不安は的中する。おはよう。普段なら誰よりも早く来ているリカ子が、その日は遅めの出社。見るからに体調が悪そうだった。おはようございます、大丈夫ですか。俺が小声で話しかけると、咳込みながら小さくうなずくリカ子。すると後から出社した課長がリカ子に話しかけた。松井くん、昨日は呼び出して悪かったね。ちょっと休養で会社を出てしまったんだ。そうですか。おや、具合が悪いのかな。自己管理もできないようじゃ社会人失格だな。ニヤニヤしながら自分のデスクに向かう課長の言葉を無視して、リカ子は淡々と仕事を続けた。昨日課長は俺なんかよりずっと早く会社を出ていた。リカ子は出張に行っていたので、昨日の出勤状況は把握していない。それをいいことに課長はリカ子を会社に呼び出したのだ。また課長の嫌がらせか。周りがこそこそと話しているのが聞こえた。自分の地位が奪われないよう必死なんだよ。確かに課長は仕事ができるわけでもなく、年功序列で課長の地位についたような人だった。反対にリカ子はその仕事ぶりが高く評価され、若くして主任。そんなリカ子の存在を課長は恐れていて、毎回あの手この手で嫌がらせをしていた。周りもそれに気づいてはいるものの、下手にリカ子を助けて課長の標的になるのを嫌がった。おーい松井くん、ちょっと。課長に呼ばれて立ち上がったリカ子はフラフラとしていた。この資料今日中にまとめておいてくれ。渡された膨大な量の資料に俺も周りも驚いた。主任、デスクまで運びます。俺は思わず体が動いた。それを見て気に食わない様子の課長。重たくて持てないって？そんなお嬢さんだったかな。体調が悪いのを知っていて
よくそんなことが言えるなと、俺は怒りで拳を握りしめた。課長、主任は昨日、あんたのせいでと言おうとしたとき、リカ子がそれを制した。戸塚、行くわよ。これ以上何も言うなと言われた気がして、俺は悔しさをにじませながら資料を運んだ。それから、就業時刻を過ぎても、リカ子の仕事は終わらなかった。今日中に頼むよ。さっそうと帰っていく課長。他の社員たちも次々と帰り、残ったのは俺とリカ子だけになった。普段のリカ子ならこんな仕事は一瞬で終わらせてしまう。しかし体調のせいもあって、その日は思うように進んでいなかった。主任、手伝います。トスカ、あなた自分の仕事は？俺は明日でも平気な仕事ですから、それより主任が心配で。大丈夫よ、このくらい大したことないわ。きっと今までもそうやって一人で頑張ってきたのだろう。それを思うと胸が苦しくなった。主任、今まですみませんでした。嫌がらせされてるのに気づいていたのに、俺ずっと課長が怖くて。他の社員たちと同じように見て見ぬふりをしてきたことを謝った。ところが、リカ子はそんな俺に優しく笑いかけた。そんなことないわ。さっきだって助けてくれたじゃない。でも、それに私は知ってる。課長から何か言われそうになったとき、いつも戸塚がかばってくれてること。課長に嫌がらせをされそうなタイミングで、俺がちょうどよく二人の間に割って入っていたことをリカ子は知っていた。時には自分のミスを報告したり、どうでもいい用事で課長に話しかけたり、その度に俺は課長に怒られていたが、矛先が俺に向けられることでリカ子まで被害が及ぶことはなかった。あれは助けたってうちには。でも嬉しかった。ありがとう。見てくれてる人は必ずいる。掃除の鈴木さんに言われた言葉を思い出して、俺は思わず嬉しくなった。よし、やりましょう。絶対に終わらせるぞ。やる気が出た俺は気合を入れてリカ子の仕事を手伝った。それから3時間ほど経って、ようやく仕事は終了。俺とリカ子がぐったりしていると、後ろから声をかけられた。二人ともお疲れ様。これどうぞ。そこには両手にお茶を持った鈴木さんが立っていた。鈴木さん、ありがとうございます。俺たちはお茶で喉を潤した。松井さん、体調悪そうだね。早く帰った方がいいよ。そうします。鈴木さん、お茶ごちそうさまでした。それから戸塚もありがとう。リカ子は顔面蒼白だった。俺タクシー呼びます。しばらくしてタクシーが会社に到着。俺は下までリカ子を見送った後、片付けをしにデスクに戻った。松井さんが風邪なんて珍しいね。鈴木さんが心配していたので、俺はつい我慢できずに昨日の話をした。課長は主任だけでなく他の社員にも当たり散らすんです。まあここだけの話ですけどね。わかった、内緒にしておく。でもこの資料も完成したし、明日は課長に何も言わせませんよ。お、頼もしいね。はい、俺は決めたんです。もう逃げません。高らかに宣言すると、俺は鈴木さんに挨拶をして家に帰った。翌朝、俺が出社すると不穏な空気が社内に漂っていた。で、どこなんだ資料は。課長の大声で俺はハッとした。資料、まさか。すみません、今日中に探します。そんなこと言って本当は資料まとめてないんじゃないの。あまりの多さに投げ出して帰ったんだろう。俺は思わずその言葉に反応した。違います、資料は主任のデスクにありました。戸塚、なんでお前が知ってるんだ。
手伝ったことがバレたらリカ子が怒られると思った俺は、自分は他の残業をしていたと話した。まさか俺が言い返してくるとは思わなかったようで、課長は眉をひそめた。それなら戸塚、お前が探せ、今日中にな。わかりました、必ず探します。俺はみんなが仕事をする中、ひたすら資料を探し続けた。地面を這いつくばってデスクの下やゴミ箱を漁る俺。戸塚、いいわよ、私が悪いんだから。俺を心配してリカ子も資料を探し始めた。主任は何も悪くないです、なんで頑張ってる人がこんな目に遭わなきゃいけないんだ。俺の悲痛な叫びは社内に響いた。するとそばにいた社員たちが次々と資料を探し始めた。俺たちも探すよ、みんなで探せば早いだろ。彼らの言葉に俺は思わず涙ぐんだ。おい、お前ら何をしてるんだ、仕事に戻れ。課長の言葉を無視してみんなで探していると、そこへまさかの人物が現れた。資料はここにはないよ。え、鈴木さん。そこには高そうなスーツに身を包んだ鈴木さんの姿があった。君たちが帰った後、課長が松井さんのデスクに置いてあった資料を私に捨てておくように頼んだんだ。なんだって。社員たちの目が一斉に課長に向いた。掃除のじいさんの話を誰が信用するんだ。課長はしどろもどろに言い訳を始めた。信用しなくても結構、資料は捨てずに私が息子に渡したからな。息子。俺たちがポカンとしていると、なんと資料を持った社長が課長のデスクにやってきた。話は父から聞いたよ。松井さん、すまなかったね。今回だけではなく、調べるのにいろいろと時間がかかってしまった。社長。課長の噂は以前から私の耳に届いていた。真相を知りたくて父に協力してもらったんだ。え、じゃあ鈴木さんでもしかして会長。ああ、戸塚君、内緒にしていてすまない。正直この会社で会長の顔を知っている者はいなかった。話では現役を退いたと聞いていた。しかし会社のことが気がかりだった会長は、掃除をしつつ社員たちの仕事を見守っていたらしい。まさか掃除のおじいさんが会長とは誰も思わんだろう。鈴木さんは俺に笑いかけた。それを聞いた課長は真っ青。課長は後で社長室に来るように。そう言うと社長は資料をリカ子に渡して社長室に戻っていった。私も行こうかな。みんな仕事頑張って、また時々掃除しに来るから。呆然と立ち尽くす俺たちに会長は笑顔で声をかけて去っていった。その後、社内が会長の話題で盛り上がったのは言うまでもない。それから2週間たち、課長は他の部署へ移動になった。しかしあの一件で評判がガタ落ちした課長は、移動した部署でも肩身が狭く早々に退職。噂で聞いた話によると、奥さんも愛想を尽かして課長の元を離れたらしい。こうして社内には平和が訪れ、リカ子は主任から課長に昇格することが決まった。主任、おめでとうございます。ありがとう、戸塚のおかげよ。そんな、俺はただ好きな人のために何かしたかっただけです。突然の告白にリカ子は驚いていた。俺、今まで自分に自信が持てなくて、でも主任を思う気持ちだけは誰にも負けない自信があります。俺の顔は耳まで赤く、声は震えていた。そんな姿を見てリカ子は優しく微笑んだ。私が課長からいろいろ言われてる時、助けてくれたのはいつだって戸塚だった。それまではずっと一人で耐えてきた。そして俺の手を取ると、自分の両手でそっと包み込んだ。
でも今はあなたがそばにいてくれる。それだけでとっても心強いの。主任、俺まだまだ未熟者ですが、これからもっと仕事も頑張ります。主任のことも幸せにします。それはどういう意味？はっきり言って。上目遣いで見つめるリカ子を俺は思わず抱き寄せた。俺と付き合ってください。にっこりと笑ってうなずくリカ子につられて、俺もまた笑顔になった。これからよろしくね。私と付き合うの不安？ちょっとまだ自信が持てなくて。俺が苦笑いするとリカ子が俺の耳元で囁いた。大丈夫、あなたが思っているよりずっと私はあなたのことが好きだから。それを聞いた俺はリカ子に思わず口づけをした。付き合った翌朝、リカ子は早速俺の部屋に遊びに来た。さあやるわよ。突然服のボタンを外し始めた。それを見て慌てふためく寝起きの俺。ちょっと主任、いきなりどうしたんですか？心臓が今にも飛び出してしまいそうなくらいドキドキしている俺を見て、リカ子はクスッと笑った。ジャージに着替えるの。え、ジャージ？急いで着替えるとリカ子は俺を外に連れ出した。これからあなたの健康のために毎朝走るから。そんな、朝から走ったらバテて仕事できなくなっちゃいますよ。それが意外とそうではないの。行くわよ。こうして俺はその日から毎朝一緒にジョギングすることに。初めのうちは早起きして走るなんてと思っていたが、走ってみると意外と気持ちが良かった。しかも嬉しいことに、ジョギング後は頭がすっきりして仕事がスムーズに進んだ。早起きは三文の徳って言うでしょ。リカ子の言葉通り、俺はジョギングを始めてから体重が減少、さらに仕事も順調に進むようになって、残業することもなくなった。俺はリカ子のおかげで身も心も引き締まっていいことずくめ。リカ子も俺が変わっていく姿を見て嬉しそうだった。俺とリカ子はそれから1年間の交際を経て結婚。リカ子はその後も仕事を続けたが、息子の出産を機に家庭に入った。今では息子も高校生になり、来年は大学受験。目指す大学は家から遠いので、合格したら一人暮らしする予定だ。息子と離れるのは寂しいが、これからはリカ子と夫婦水入らずの時間を楽しんでいきたい。相変わらず仲のいい俺たちは年をとってもジョギングを続けている。おじいさんとおばあさんになったら手を取り合いながらウォーキングでもしようか。俺が笑いながら言うと、リカ子は笑顔でうなずいた。いいわよ、あなたと一緒なら何でも楽しいから。俺はそれを聞いて言葉にならないほど幸せをかみしめた。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。